リーグオブヒーローズランキングを見てある事実に気づいてしまった人たちに対するみんなの反応。ランキング見ると思ったより後方客室や選考多いんだな。リーグオブヒーローズは後方不利じゃなかったのか？高度な情報戦や、逃げにとらわれる編成最強じゃなかったの？真の強者はまだランキングなんて入ってないよ。今はまだエンジョイ勢の時間だぞ。UE 前半くらいの逃げって逆にかもだからな。捨てもスキルもしっかり作れる人以外は後ろ多めになるだろう。逃げに最強とか言って中途半端な逃げに出すのが一番の餌になる。完成体2体作れれば強いけどそれ以外は逃げは難しい。逃げの完成体って UE5 以上とか？ UE7 は欲しい。UE 中盤で切れ者必須。UE7 とか無理や。ならおとなしく後方に寄せた方が勝つぞ。マジか、今から水マックと対戦やるわ。なんだかんだ水マックは安定する。しかし、やはり逃げに来たさん、ドロワウンスの戦法は強いな。逃げには同じ逃げにと当たると派手に欠損する可能性あるから怖いわな。もう作っちゃったから逃げにで行くけど。知らないのか？ケツからまくるのが最高にかっこいい勝ち方なんだ。外枠からまくって刺して勝つのがかっこいい。長距離は客室で判断するんでなくキャラ単体で判断してった方がいいぞ。逃げにでも水マックなら追いつくし、その水マックにローレルやブライトや CB なら追いつける。前情報ほど逃げにを見かけないから先行の強さがより際立ってるわ。最上位の人たちなら後方だろうが先行だろうが十分勝てる仕上がりだろうしね。きっちり中盤スキル取れてれば逃げ複数でも怪物発動できる位置には上がれるからね。相手にトプロ打ったら雨乞いするわ。逆さテルテル坊主が貴重になるなんて思いもしなかった。逆さテルテル坊主がそこまでトプロ対策になるかと言われると。逃げはスタミナの調整やらマエストロが不向きだったり盤石が必須になったこともあって今回のリグ比で難しくなった。それにローレルとトプロが一番の見せ場と思わせるくらい強い。サシさんとかで賭けなしはただ運が良かっただけだと思うから日が進むにつれて96位からは消えると思う。UE7 いけたところで UF 後半の方が強いとか全然あるけどな。基本を抑えた UE 後半に UF で太刀打ちはできないっしょ。外戦門で逃げと先行うまく育成できなかった結果、差しと追い込みだけになってしまった。黒北ちゃんじゃなく白北ちゃんをちょくちょく見かけたんだが高度な情報戦なのか？長距離は黒で中距離は白のイメージでいたから混乱してる。UF クラスの白北ちゃんでスタミナ戦未満とかもいたから中距離チムレの有用だったのかもしれない。北ちゃん推しなら通常衣装は周年チケットで交換してそうだし有用の線が濃厚かな。ターボやるもん、UF2 で絶対絶対逃げ切って勝ってやる、諦めなければやれること、見せてやるんだ。一計、ターボ。サポヒンすぎて逃げしか仕上がらない。どの客室だろうが仕上げられるのはサポヒンじゃないと思う。逃げ仕上げるのきついからね。捨て持って距離 S 白スキル継承させて金スキル乾燥させるとかハゲ上がるわ。中途半端な逃げは駆られるだけだし、鬼のような仕上がりの逃げ勢はまだ出陣前なのだ。逃げは完成度勝負だけど格下にはベラボーに強いからリグ比の頭に違いはないよ。バランスと相手次第なのはいつも通り。ブライトやローレルみたいなスタミナ安定したキャラで安定取った方が結果的に強いんだと思うわ。姉貴なリブ兄弟に耐震を加えて参戦しようと思ったがチケゾーが泣きそうにこっちを見てる気がした。すまんなブライアン、ここは引いてくれ。ブライアントップロード耐震の成田三姉妹で行くぞ。私は成田じゃないん、何、全員成田だと、どういうことだいトレーナーくん。長距離はなんだかんだでブライトが強いのね。今回からはスタミナ値も重要になったから大活躍しそう。頑張って仕上げたスピ1600怪物とプロよりもパワー特化 CB の方が勝率いい。過去のリグ比と比べたらかなりキャラがばらけてる印象。逃げ先行ゲーじゃないだけ今回はバランスいい。エンジョイ勢や大半の人はチムレで走ってる長距離メンバーそのまま出してたりしてるんじゃないかな。水マックだと出遅れたら沈むんだけど安定性を求めるなら黒の方がええんか？
ライスの星増やすのが目標だから先行不利に少しビビってた。蓋を開けてみればエースやったわ。アリエスハイで使ったローレルそのまま出してるけど何か強いな。ガチヒソカはチケットギリギリまで貯めるの？初日消化して二日目からヒソカするのがいいと思うんだ。最終日にヒソカ集結するのくさ。ヒソカ増えすぎてヒソカ同士で潰し合いそう。ガチヒソカは15枚貯めてギリギリまで待つの？何がおもろいんそれ。15枚貯めるやつは情弱やぞ。ヒーロースキル分とアイテム分は途中ちょっとずつ走る。面白さは多分いつ使おうが変わらんで。ヒソカ地味にテクインか。96ケツはヒソカすることがうまく、さらにヒソカに遭遇しても勝てないとなれないからな。プロのヒソカかつ真の強者じゃないとなれん。リーグオブヒーローズって実際に1対1で相手とマッチングしてるの？リアタイじゃないからヒソカできるんや。同じ階級に登録されてるプレイヤーのデータだけ引っ張り出してる。初動だけはヒソカ非推奨な。乗り遅れちゃったねー。ヒソカって雑魚狩りの代名詞として使われるようになったけど、ハンターの世界では普通に5本の指に入る念能力者だろ。雑魚狩りがよくヒソカと言われるけど、どちらか言うとヒソカよりフレイザードの方が正しいのでは？11時30分まだ早い。11時45分まだ早い。12時1分あれ？嘘でしょ。判断が遅い。俺は前回それでチケット5枚消えたよ。みんながみんなヒソカしだしたら結局昼前のタイミングでヒソカ同士が潰し合うことになる？通常参加の方が圧倒的に多いし、全員遅延してもそれはそれでランク帯が薄まるからほぼ影響がない。毎度のリーグオブヒーローズいつもヒソカゲーなの面白すぎるだろ。まあ、元からヒソカ仕様のイベントだからね。96人にはほど遠いし、プラチナ4はまあまあ余裕なので温存する意味があんまりないぜ。もらった次の日の夜ぐらいに使うのが一番ちょうどいいと思ってる。え？初日で全部使うよね、のうし。君強化系だろ？利用できるものは何でも利用させてもらうぜー。でもこの仕様面倒だから早く改良してほしいぜー。最終日まではヒソカ推奨、最終日は最速で走るのがいいと聞いた。チケット使い切ると最終戦では最強クラスのプレイヤーと当たることが多いからな。一日に一枚ずつ残して最終日10枚チケットで戦うのがガチヒソカやで。アイテムとヒーロースキルを無駄なく使うために前日まで一日4レースするんやで。前回ヒソカしたら明らかにポイントが伸びたから最終日まで一日遅れていくわ。そういやギリギリでやった方が効率いいんだったな。まあ忘れるよりはいいか。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。